アイテム番号。SCP-1488。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロコトル。SCP-1488、1から SCP-1488、2141はサイト、15の地下飼育室において、メキシコ。マピニ砂漠の気候条件を模倣した人工日照りと適切な季節変動を含む気候制御下に収容します。食料と水は、鉛で裏打ちされた扉を備えた保安通路を通して供給することが可能です。SCP-1488 実体からの信号送信を検知するために飼育室全体にアンテナが設置されており、少なくとも24時間前に、1名の研究員が飼育室に入って記録を回収しなければなりません。電磁パルス、EMP、装置は飼育室の中心部に再配置されており、常時起動の準備が整えられた状態に維持されなければなりません。6両の自動制御型遠隔回収車両、R3V-1488、1から、6と指定、がメキシコ北部の様々な地点に展開されており、SCP-1488 の候補個体を回収して目録化し、タグを付けて解放するか。サイト、15へ移送して SCP 指定を与える任務を遂行しています。SCP-1488 に割り当てられた自責研究助手は R3V ユニットとサイト、15との定期通信が維持されるように努め、すべての通信を24時間以内に評価して記録しなければなりません。未だ登録されていない SCP-1488 候補個体が大量に存在することを踏まえ、潜在的に SCP-1488 実体が存在する可能性のあるオンラインオークションサイト、野生生物保護区。認可されていないペットショップを能動的に監視し、適宜プロジェクト主任に通知するために2名の自責研究助手が常時割り当てられています。問題の種に対しては複数の保護、野生復帰活動が行われているため、これらのプロジェクトを監督する一つ以上の著名な機関に財団職員が潜伏しています。SCP-1488、無力化済み、から除去された球体型通信装置。説明。SCP-1488 実体は当初、電子的、機械的な増強を受けたメキシコゴファーガメ、ゴフェルスフラボマージナチュス、だと考えられていました。しかし大規模な調査により、成長した実体は若い実体よりも平均して多くの合成部品を持つこと、異次様な親子体も非次様性の子孫を残す能力を持つことが示され、さらに近年の古生物学的発見から、現在見られるものよりもより多くの合成部品を持った種が存在していたことが指摘されています。これらの地味に加え非常に多くの実体が発見されていることから、メキシコゴファーガメという種自体の大部分または全体が、現在のところ不明な手段によってゴファーガメ族、ゴフェルス、に対して様々な同化段階にあるロボット車両で構成されていることが強く示唆されます。SCP-1488 実体かどうか検査されたリクガメの大部分は完全に生物学的で非次様性であり、マピミ盆地の生態系に完全に組み込まれています。しかし、これまでに回収された個体のおよそ 8.5% は甲羅の頂点に埋め込まれた、痕跡的な通信装置を有することが判明しました。これは合金製の球体で複雑な内部構造を有し、直径は均一に 18mm です。回収された装置はほぼ全て動作可能であると思われ、定期的に、から、HP 帯域の信号を発します。通信装置はこれまでの SCP-1488 実体で観察されている最も一般的な異常ですが、字の構成要素を一つ以上伴っていることもあります。一本以上の四肢の部分的なロボットか、セカブトの下に埋め込まれた太陽電池アレイ、メモリの刻まれた一連の光学レンズ、アルファ粒子8世紀の痕跡を持つ分光計、採掘、掘削用工具、電磁ソレノイド式アクチュエータ、円柱型または円筒形のビットが付属したドリル、蒸気の構成要素は例外なく動作せず、多くはその形状からのみ機能が推測できることに注意すべきです。事件1488、デルタ、1990年、月、日、3両の稼働中 R3V-1488 ユニットの2両から同時に、HP の無線周波数帯域の信号が大幅に増加したことが報告されました。同時にサイト、15の受信機アレイにおいても同様の事象が発生し、これらの事象は合計で132秒間継続しました。およそ70時間のち、赤系、時、分、秒、赤、と、分の不明確な地点から、応答、がありました。
発信された信号が比較的狭い周波数帯域にとどまり短時間であったのと対照的に、受信された信号はかなり広い帯域を示し1時間45話継続し、編集済みのような全世界的に観測できる様々な放射線。気象、地質学的に前例のない現象を引き起こしました。1488、デルタの後、このような事件が繰り返される可能性を低下させるために SCP-1488 実態の封じ込め手順は更新され、SCP-1488 に割り当てられた R3V ユニットの数は2倍に増強されました。